石狩アイヌは、北海道の千歳川を除いた、石狩川流域一帯に居住する、アイヌ民族集団の一つ。石狩アイヌは日本語文献における表記で、アイヌ語による故障は、石狩のものを意味する石狩ンクル、る、石狩らうんくるである。シャ,クシャイン時代の北海道借イ員の戦いが起こった、時期には、道東一帯のメナシクル、日高北部イブリ東部一帯のシムクルと並び、 北海道アイヌの中でも屈指の大勢力であったが、その後の和人支配の拡大によって人口が激減してしまった。石狩アイヌの成立については、不明な点が多いが、考古学者の大井春夫は、欧州藤原市の滅亡によって、多数の大受けアイヌが北海道島に移住し、さらに石狩川流域に進出することによって、石狩アイヌが成立したのではないかと推測している。 石狩アイヌに関する資料は17世紀に至るまで全く存在しないため、どのような生活をしていたか不明であるが、前代と同様に石狩川で得た鮭を他地域に輸出していたのではないかと考えられている。また、口述する17世紀石狩アイヌの大主張、ハウカセは、我々先祖は高岡山参照し騒と述べており、石狩アイヌは、 マサキハによる秋内町行政成立以前は、津軽半島にまで赴く、海洋交易を行っていた。日高南部同等において、メナシクルの主張借社員が勢力を拡大していた17世紀半ば、石狩アイヌでは、ハウカセという主張が、石狩川流域からマシケオタル一帯に至る、地域を影響下に置く、大勢力を築いていた。ハウカセは、 石狩川流域に加えて、マシュケからオタルに至る日本海側一帯も、勢力下に収め、また姉の突起先であった、ウリュウアイヌとも同盟関係にあるなど、17世紀の北海道アイヌの中でも、屈指の大勢力を有していた。シュムクルとメナシクルの構想、シャクシャインとマサキハンとの戦いにおいてハウカセは、一貫して、中立を保っており、 ハウカセ率いるイシュカリアイヌは大勢力を背景に独自の外交路線を取っていた。釈社員の戦いの終結後、マサキハンが貿易途絶をちらつかせて日本海側アイヌの屈服を求めた時もハウカセは容易に屈服しなかった。しかし、一刻も早くマサキハンとの貿易を再開したい余チアイヌなど他のアイヌ系集団が マサキハンと和睦していったこともあり、最終的にはハウカセもマサキハンと和睦した。釈社員の戦いの終結後、マサキハンの統治下で場所受けおいせが、江戸地全域に広まり、石狩川流域においても、石狩13場所が設置された。場所受けおいせい下においては人による、アイヌ支配は過酷なものとなり、石狩アイヌの生活も厳しいものとなっていった。 1723年には、秋酒の不良により200名余りの石狩イシカリア犬が餓死し、1780年には天然痘の大流行によって647人が病死した。伝染病の流行は19世紀初頭にも起こり、1818 18年から1819年にかけて石狩地方では833人が病死した。このように、 場所をけ追い性指向による伝統的生活の破壊、伝染病の流行によって、石狩アイヌの人口は激減し、1809年には3069人、あった石狩場所の人口は1855年には670人にまで減少した。明治維新を経て、爆藩体制が終焉を迎えると、開拓地が設置された北海道に移住する和人が飛躍的に増大し、 明治政府による同化政策も相まって石狩アイヌの生活は大きな変化を余儀なくされた。20世紀初頭にアイヌ民族の調査を行った河野博道は母標の形式に基づいてアイヌ民族を分類したが、その中でも石狩川上流域に居住するペニウンクルと道央道南一帯に広く居住するシュムクルの一派が、 石狩アイヌの光栄ではないかと考えられている。ありがとうございます。